始めちゃってください。あ、いいです。すいません。丸山俊です。倉田真希です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は、はい、あなたにおすすめしたい何かということでね、うん、何でもいいんですもんね。おすすめ、何でもいいですよ、うん、おすすめしたいものは、うん、何でしょう、ありそうな顔すごいしてるし。先に言うじゃん。あ、先に倉田。あ、じゃあ僕いいですか。あるの？あります。え、どうしたのどうしたの。しゅんくんにおすすめしたいのはちょっと、はい、しゅんくんってちょっと皮いげが足りないなと思いまして、その今もちょっとかなんか喋ったらあれですけど、喋、うん、んなかったら僕絶対知らない人だったら近づきませんよ今のしゅんくんに。近づいてよ。いや怖いもんだって。なんでだよ。傷入ってますよ。なんでだよ。もうざっくり言ったわけじゃねえよ。これ傷じゃないですか。可愛いじゃないか。でもなんか巷で天の川って言われてました。そうそうそう、織姫と彦星がここで出会うって言われてますからね。パワースポットですよ。ロマンチックスだから。そう、パワースポットです。あ、それでおすすめしたい。あ、可愛いんですけど、まあ可愛げをもっとプラスしたいなと思いまして。はい、何ですか。サンリオピューロランドって知ってますか。サンリオピューロランドはあの水道橋のあたりにあるところ。あ、多分違います。たーん、多分じ違うのかな。水道橋じゃなかったのね。多摩センターだと思う。多摩センターだ、そうだ、忘れて。多摩センター水道橋は多分ドームとかじゃないですか。そうですね、そうです。すいませんでした。まあ、ちょピューロランドに行ってもらって、はい、うん、結構なんかいろんなキャラクターをモチーフにした。いらっしゃるでしょうね。まあ、いらっしゃるもするし、壁とかもなんか結構可愛い感じで。あ、そうなの。なんか結構写真撮れるスポットがいっぱいあるんですよ、うん、可愛い。なんかそこに行っていただきまして、うん、そこ写真をバシャバシャ何枚か撮ってきてもらいまして、うん、SNS に上げていただけたら本当に光栄だなと思いまして。はい、あれなんかサンリオピューロランドでさ、動物になったりしてなかったっけ。はい、ネズミなってたよ、ね、ネズミ男子をやりました。なってまし、やってましたよね。やってました。そうですね、やっぱサンリオやっぱいて、結構サンリオ好きになったので、うん、なんかシュン君にネズミが走ってる。いね、ネズミが走っておるぞ。ねえ、そのネズミ男子の話したらすげえ走ってる。ねだからサンリオピューロランド行ってちょっと、はい、あ、でもそれはマジで可愛い芸があるかもしれない。可愛さを学ぶという意味で。いや、もうね、散々俺のこと可愛くないとか言うじゃないですか。もうね、俺逆です。おぉ、物とかじゃないです。多分、倉田くん好きな人、倉田くんを知ってる人ね、イベントの時にさ、見たりして、なんだこのキャラはと思ってる人多数いると。うなずきますね。ね、で、マネージャー陣の期待も添えて、ここは一つおすすめしたいもの、ものというか、うん、ものではないんですけど、こうナチュラルさ、わかりますか。忘れたでしょ、もう。あ、自分を見失ってるでしょ、もう。まあ、そんな自分がどこだと、まあ、その節は、まあ、ありますね。あるんだ、ちょっとでしょ。なんか僕もなんかもうどうしていいかわかんないこんな喋り方しちゃったりしちゃってるんですけど、そうですね、でもこれが僕なのかなみたいな、うん、で真逆だよね、言うてしまえば。真逆、なんかナチュラルさとナチュラルじゃないところのさ、親指と小指ぐらい違くない。方向性で言う左手の親指と右手の中指ぐらい、ね、もっといけよ。じゃあ例えていくならもっといけよ。そんな言っちゃいますね。そうなんだよみたいな。ナチュラルじゃないですもん、その例えは。何がじゃあナチュラルなの、教えてよ。じゃあナチュラル、親指と中指ぐらいの距離が多分一番ナチュラルなとこなの。確かにみたいに多分今みんなうなずいてますよ。本当に、うん、俺がナチュラルさを教えてもらう回なのこれ。そうっす。俺が足りなかった回。今足りてませんでした。足りてませんでした。じゃあ、 違う人にもう一回言ってもらうことにします。じゃあナチュラルさを。ナチュラルさを。いやでもそのいつかね、うん、本当の倉田をね、見せる。僕も見せたいです、ね、だから僕の目標でもあります、それは。じゃあ、目標か。うん、本当の倉田を見せれるような男に、そう、なります。じゃあそうですね、うん、もう、いいんじゃないかな。めっちゃ終わりたがるじゃん。違うじゃん。
違うじゃん。あと2時間、今いい流れだったじゃん。2時間でも喋りたいじゃん。でもうこの下りでもう笑い1個もらったからいいんだって。じゃあ僕からおすすめ、うん、下サンリオ、サンリオ場所はサンリオピューロランド。そうですね、タマセンターの、タマセンターので、俺が、ナチュラルさ、彼のナチュラルさを取り戻す、うん、はい、僕も取り戻したいんで、はい、頑張っていきましょう、はい、これがカウンセリング、カウンセリングということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バイマル。おっ。